モナリザラウンジ。お疲れちゃん。お疲れちゃんです。モナリザラウンジのオーナーでシンガーソングライターの茜澤ゆめるです。ウェイトレスでシンガーソングライターの宇治家えいみです。はい、もう10月に入りまして。入りましたね。今日はちょっと昼間 に、はい、昼間に歌ってきました。あ、そうですよね。お疲れ様です。そうそう、香川県の方で、はいはい、インストアライブ、はい、お疲れ様です。大盛況でした。大盛況で、わー、はい、すごい。なんか隣の愛媛県の東温市から、はいはい、イノトン、イノトン、あのかわいいイノトン、そうそう、イメージキャラクターの、はいはい、イノトンが応援に駆けつけてくれたの。わー、めっちゃ嬉しい。なんか本当やっぱいろいろと子供たちが集まってきたりとかっていう感じで、はい、ねー、はい、あのゆるキャラのあの丸い感じがいいんですね、はい、そうですね。本当なんかいろいろと応援ね、たくさんの応援いただいて、はいはい、ご来場本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、でこの後ちょっと、もしかしたら、もしかしたらというか、はい、あ、イノトンが、イノトンが、はい、お疲れなんでしょうけどけれど来てくれると、はい、はい、来てくれるっていうちょっと情報を掴んだんで、はい、来てくるとん失礼しました。あ、そういう使い方あるんだ。くるとん皆さん、これ使っていきましょう。いいね、いいね。なんかあのイノトン、イノトン、イノトン語いいじゃないですかね。ゆめるだとんつってどうしたのって言われるかもしれないですけど観光大使なんでって言って、トン推しの観光大使なんでトン失礼しました。じゃあそれ流行らせていきましょうか。行きましょう、行きましょう。じゃあ、日本酒アドバイザーのエイミーちゃんの、はい、今日の日本酒おすすめの、はい、そうですね、愛媛のですね、石槌という銘柄の秋のお酒が出ています、うん、はい、とっても清らかなんですが、あのズバッとこう切れる、切れ上がるタイプの日本酒で、お料理とよく合います。はい、はい、じゃあぜひ皆さん飲んでみてもらえたらと思いますね。はい、はい、じゃあちょっと今夜の1曲目お届けしたいと思います。はい、1997年のヒットソングです。グレイ、ハウエバー。お届けしたのはグレイで However でした。これはグレイの12枚目のシングルだったんですけれども、はい、グレイ初のミリオンセラーとなった、大ヒットした作品でしたね。はい、とても懐かしいです。さまざまなアーティストにカバーされてますけれども、はいはい、なんか最初はノンタイアップだったそうなんですけれども、後に、はいはい、ドラマ TBS 系列のドラマの略奪愛、はい、略奪愛、危ない女のエンディングだったんですね。たえまなく心、名曲ね、うん、愛がいっぱいですよみたいな、はい、失礼しました。トン、はいはい、もうイノトン気分で、はい、エイミートン全然ハマってない。じゃあこの後お疲れかもしれないけど、はいはい、イノトンがね、はい、来てくれるので、はい、はい、イノトンは多分アルコールは飲まないので飲めなそうですね。ちょっと情報ではいちごジュースとか、いちごジュースがかわいい、かわいいとーん。もうやめて、もう自分でもやめたいんですけど失礼しました。この後は、はい、イノトンが登場で、はい、ご来店されます。いらっしゃいませ。こんばんは。あ、どうも。なんか今日は、はい、愛媛県東温市のイメージキャラクターのイノトンと一緒に来てくれましたが、はい、はい、イノトンのお父さんですか。そうです、はい、イノトンはですね、はい、なかなか人前では恥ずかしがり屋なので喋らないんですよ。ちょっと今イノトンにすごく話しかけたんですけど、うん、ちょっとシャイな感じのなんか表情されたんで、はい、うん、お父さんも一緒に来てくれたんですね。そうです。そしてなんか東温市の観光大使つながりの、はいはい、俳優の鷲見亮さんも今日はなんか、はい、ありがとうございます。はい、はい、
お招きいただきましてありがとうございます。はい、鷲見亮と申します。はい、はい、今日のモナイズラウンジには、私茜沢ゆめるが観光大使を務める愛媛県東温市の、産業建設部産業創出課、観光物産宣伝特命課長の長い、うん、イノトンに、はい、イノトンとそしてイノトンのお父さんにはい、いらしていただきましたけれども、2013年に、その、はい、産業建設部産業また言いますか観光物産、はい、宣伝特命課長に愛媛県東温市の、はい、2013年の3月に就任されたイノトンですけれども、はい、今日はね、私茜沢ゆめるの地元、香川県高松市での、ライブにも昼間ね駆けつけて応援に駆けつけてくれて、今夜のモナイズラウンジにも来ていただいてありがとうございます。あららら、お疲れのところすごいですね。はい、ありがとうございます。で、今イノトンはゆるキャラグランプリ2015に、はい、出ていますよね。お、はい、ね、はい、どうですか調子は。はあ、今一つですね、はい、苦労しているところです。あらら、苦労してるのイノトン。はい、あらら、そうなんだ。イノトンどう思う？なかなかね、この子喋らないのでですね。そうですね、うん、ポーカーフェイスですね。そしたらイノトン、お父さんが代わりに喋るね。はい、今日はですね、東京初上陸ということで、うん、なかなかイノトンも頑張ってくれたんですけど、はい、まだ東京での知名度が今一歩というところで、うんうん、なかなか票が伸びてないということです。今日はですね、たくさんの人に会えて、うん、イノトンも嬉しがってます。でもやっぱりイノトンってすごく、うん、こう本当に可愛らしい、チャーミングな風貌してますし、さっきこの半蔵門あたりを、うん、はい、歩いてたらなんか結構なんか話しかけられましたよね、着物の夫人に。そうですね、はい、愛媛県の方ですか。そうです、愛媛県の方と言われてましたね。はい、ね、イノトンはどんな感じ のそういうこうフェイスをしているのか、ルックスをしているのかっていうのを、まあ、もしよかったらお父さんから何か。はい、はい、イノトンはですね、綿毛がついた白いイノシシという設定で生まれました。東温市には96メートル、真冬にはその滝が全面凍結するという白井の滝というところがございます、うんうん、はい、そこに白いイノシシの伝説がございまして、うん、それをモチーフにイノトンができました。はい、頭には麦わら帽子、東温市特産の麦わらで作った麦わら帽子をかぶってます、うん、頭の麦わら帽子には桜の花、花水木の花、うん、それと麦の穂がついてます。とてもおしゃれなんです。ね、すごくお花がついてますが、この桜っていうのは市の花です。あ、はい、陽光桜、陽光桜も市の花、はい、というか桜全体がですね、はい、東温市の花になってまして、陽光桜もたくさんございます。はい、ね、なんかすごく説明すると、ウリボウの縦縞模様と、ピンクのほっぺたにピンと立った耳、そしてコンセントのプラグのようなお花っていうのがチャームポイントなのかなって思いますね。そして、はい、つぶらな瞳をしているなんか可愛いイノシシさんだなって思います ね。 そうですね。しかしですね、はい、コンセントのような花がですね、はい、よく豚と間違えられてですね、名前からもですね、イノトンというのをですね、はい、イノブタというふうなことをですね、よく言われてます、ちょっと私もそうなのかなって一瞬思ったんですけど、はい、実は違うんですもんね。イノトンはですね、イノブタと呼ばれるとですね、はい、普段可愛いんですけど非常に憤慨して怒ってしまいます、はい、そうなの、可愛い顔してあらら、へえ、怒っちゃうんで。そうです、はい、ちょっとなんか機嫌悪そうですね。そうですね、はい、今バタバタとしていますがイノトンはですね、やはりトンのトンというのはですね、うん、豚のトンではなくですね、はい、東温市のトと運から取ったイノトンです、うん、そのトンだったんですね。そうです、東温市のトンだったんですね。そうです、そこを間違えちゃダメなんですね、はい、よく間違えられます。うん、覚えてよ、ね、イノトン。
なんかぜひどんな感じかなってこうルックス見たいなっていう方は、うん、あのインターネットでね、そうですね、イノトンでひらがなで、はい、検索するとあのイノトン専用のホームページ、そしてフェイスブックも、そうですね、はい、イノトン専用のですね、はい、イノトンに夢中というですね、はい、イノトン専用のホームページがございます、うん、それとイノトンフェイスブックも、はい、あのなかなかですね、はい、おしゃれでやってますので、そうですよね、はい、なんかいいねの数が結構多いですよね、そうですね、はい、それでいろんなイベントがあるたびにですね、はい、その報告もフェイスブックの方に毎回上げておりますので、うん、また皆さんよろしかったら一度見てみてください。そうですよね、うん、なんか本当にイノトン触り心地もすごく、お顔の感じの周りの触り心地もすごくそうですね、いいんですけれども、なんかふわふわな、なぜ、うん、なぜイノシシにですねふわふわの綿毛が生えてるかという、うん、まあちょっと考えられないような設定になってまして、なぜかあのイノシシの白いイノシシの、まあお顔の周りに綿毛が生えてるという設定になってます、うん、それともう一つは着ている服なんですが、うん、これはあの400キロにもなる土手かぼちゃの服を着ています、はい、うん、おかぼちゃなんですね。そうです、うん、まあ、イノトンおしゃれでですね、うん、今日は茶色のかぼちゃの服をご覧の通り着てるんですけど、うんうんうん、もう一つですね、はい、緑色のかぼちゃの服も持ってます、おしゃれ、季節に応じて、なかなかですね、おしゃれで、うんうんうん、今日はやはり緑よりは茶色かなと思って着てきたのかな、イノトン。そうなんだ。そうみたいですね。首振ってます。なるほど。とてもおしゃれな、ね、イノトンですけれども、ね、あのこのおしゃれな感じのこうルックスをデザインしてくれたっていうのが、あの松山市の女子高生なんですか？はい、あのゆるキャラのですね、イノトンの募集をした際にですね、うん、日本全国から47都道府県、それと外国からもですね、3カ国から応募がございました、うんうん、すごいですね、1600件余りだったと思うんですが、その中でですね、第1位になるな選ばれたのがですね、なんと驚くなかれ愛媛県のですね、はい、高校の女の子だったんです。なんとかですね、これもなんか愛媛県の縁かなというふうにですね、ですよね、はい、なんか海外からも来たのに松山市の女子高生のものが選ばれたという、ところで、はい、私ユメルはあの東温市で生まれた桜、平和のシンボル陽光桜のことをテーマにした歌を、はい、あの今年2月にリリースして歌っているんですけれども、はいはい、あの陽光桜を作った高岡正明さんのことはイノトンは知っていますか？イノトン知ってるかな。イノトンはですね、うん、若く見えますけど、うん、一説にはですね、1000歳を超えてるという噂もございます。この風貌で、じゃあ陽光桜のことは、そうですね、高岡正明さんよりはですね、うん、長生きしてると思うんですが、陽光桜はあのあれですよね、高岡正明さんが、そうですね、あの戦時中にあの農業家の教師をしていて、はい、そしてあの多くの生徒たちが、あの教え子たちが戦死して、そのことにすごく自責の念に駆られて、うん、供養のために25年以上の歳月をかけて、ね、そして開発したという、はい、そしていろんな場所に植えていたというのが陽光桜で、平和のシンボルっていう風に、ね、そうですね、されて世界中に5万本以上寄贈された桜 で、はい、そうです、私もあの出身は隣の香川県ですけれども、はい、すごくこの話にもう本当に感銘して感動して、本当悲しい物語なんだけど、なんかこう平和の祈りを音楽の力で伝えることできないかなと思って。そうですね、はい、やはり平和というのはですね、うん、人類の願いだと思いますのでですね、ユメルさんのですね歌も聴いていただくということをですね、はい、じゃあぜひその陽光桜をテーマに作った私茜沢ユメルの曲を、はい、イノトン、そしてお父さんにも聴いてもらいたいんですけれども、はいはい、イノトン楽しみだね。じゃあ聞いてください。はい、茜沢ゆめるステイ、桜の花のように。お聞きいただいたのは茜沢ゆめるでステイ、桜の花のようにでした。この曲は第二次世界大戦時に出征し戦死した教え子たちへの供養にと、当時愛媛県東温市の青年学校で農業科の教師をしていた高岡正明さんが25年以上の歳月をかけ、平和の祈りを込めて開発した桜、陽光桜がテーマとなっています。
さて本日のゆめるのモナリザランジには愛媛県東温市から、現在ゆるキャラグランプリにエントリー中という、東温市のイメージキャラクターイノトン、そして、イノトンのお父さんにお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ステイ桜の葉のようにを聞いてもらいましたけれども、イノトンどうだったかな。いやイノトンうっとりと聞いてたですね。気に入ってんじゃないですか、イノトンも。嬉しいです、イノトンに気に入ってもらって、はい、イノトン喋らないというのが一番気に入ってるのかもわからないですね。なんかイノトンに私ゆめるから、はい、なんかいくつか質問があるんだけど、はい、なんか見た目は永遠のね、はい、お子ちゃまというか、はい、っていう感じなんですけど、さっきなんか年齢のことも出てたんですけど、実際いくつなのかなっていう、また掘り返しますか、ごめんなさい。っていうのと、あとなんか実際イノトンは男の子なのか女の子なのかっていうところ、はい、ね、イノトンどっちなんでしょうね。どっちでしょう。お父さんがこういうこと言っちゃいけないんですけどね、はい、イノトンはですね、永遠のお子ちゃまみたいな顔してますけど、実はですね、1000歳以上であるというですね噂もあるんです、それで時々ですね、僕って呼ぶ、自分でも言ってるんですが、果たして本人もですね男の子か女の子かよく分かってないのじゃないのかなというふうに思ってます。まあ僕って言えばやっぱなんか男の子って感じはしますけどね。じゃあそれは分からないみたいな。そうなんです。やはり山の神ということでですね、神秘に包まれてます。じゃあ実際1000歳以上っていうことだけど、実際の年齢も分からない。分からないですね。男の子か女の子も分からないという。はい、じゃあちょっともうちょっとなんか簡単な質問で、はい、イノトンの好きな食べ物とか飲み物とか教えてほしいなと思うんですけど、はい、おなんか面白い質問ですね。イノトンはですね、今日はいちごちゃんバッグをかけてきてなかったんですが、トンウンシさんのですね、いちごが大好きなんです。それとあとはですね、トンウンシさんのですね野菜、たくさんの野菜とか果物がですね大好きなんです。特にやっぱりいちごアイスあたりが一番好きじゃないのかな。トーン市で取れるイチゴを使ったアイスということですね。やっぱりトーン市はイチゴがすごく美味しいイチゴが取れるという。そうですね、イチゴは美味しいですね、はい、あとは野菜とかですかね。そうですね、そうですね。なんかトーン市の名産をちょっとお父さんからも教えてほしいんですけれども。トーン市の名産はですね、今やってるのはドブロクを、はい、トックを取ってですね、ドブロクを作ってございます。なかなかドブロクをですねこういう東京まで持ってくることがなかなかできないのでですね、そこが一番心配なんですが、やはりドブロクあるいは新鮮な野菜、それとそうですね果物も美味しいですね。特にいちごなんかはですね、皆さんからですね好評いただいております。イノトンの好物と一緒ですね。そうですね、なんか坊ちゃん劇場にいた鷲見亮さんはなんか名産をその時に当時、はい、もち麦そばは大好きですね、はい、もち麦そば、そうですね、はあんまりイノトンは食べないですかね。食べると鼻から出ちゃうのかな。おお、なんかね。まあ、こんな無謀で。そう。はい。なんかところで、はい、イノトンのこれからの目標はやっぱりゆるキャラグランプリでこう上位を。そうですね、今年でですね3回目になります、まあ今年こそはですねなんとかですね上位に入賞したいということでですね、いろんなところへですね PR に行ってます。本当ですね、今日は初東京ということでですね、お台場あたりも出演いたしましたし、非常に本人としてはですね、
達成感、やった感があるんかなと、ちょっと疲れて寝てるんかな、今晩起きてるか今日はね、すごく大活躍でしたね、うん、ね、はい、まあ、これからもですね、うん、たくさんの人にですね、イノトン、かわいいイノトンをですね、うん、知っていただいて、まあ、毎日一票ですね、入れていただきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、うん、ゆるキャラグランプリ2015、私、ゆめるも応援しています。 ありがとうございます、はい、一緒に頑張りましょう。はい、イノトンも頑張ろうとやってます。おはしゃいでますね。はい、ね、ゆる今日はね、私のライブにも駆けつけていただいたりとか、 すごくね、嬉しかったです。本当にちょっと時間になってしまったんですけれども、はい、この後楽しいコーナーがあるんですけど、イノトン参加してくれるかな。ん、ちょっとクイズコーナーで、はあ、イノトンが恥ずかしがり屋でもクイズコーナーやっちゃいますか、うん、何、お父さんに行けって、なんかお父さんに参加しろって言ってんのかな。え、お父さん参加してくれるかな。うん、やりましょう。じゃあぜひこの後もお付き合いください、はい、今日のお客様は東温市のイメージキャラクターで、観光物産宣伝特命課長のイノトン、そしてイノトンのお父さんにいらしていただきました。この後も引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。続いては青よ私は祈っているを徳間ジャパンよりリリースし、有線放送で注目を集めている中野澄さんの青と過ごした物語をお届けします。今夜は第13話です。前回は杉の木から落下し意識を失った手綱を引くおじさんは4ヶ月間の入院の末、青と感動の再会を果たしました。さてその後の青は、ではお聞きください。皆様ごきげんよう。この時間は私が幼少期に出会った一頭の農耕馬青との物語をお届けしたいと思います。私は青森県津軽地方岩木山のふもとで生まれ育ちました。戦後間もない日本復興の時代、一頭の馬が私たち家族のために働いて一家の暮らしを支えてくれました。馬の名前は青。青は来る日も来る日も休むことなく山で伐採された杉の木を運ぶ仕事を手伝ってくれました。すっかり元気になった手綱を引くおじさんと青はいつものように山へ出かけました。なんだか雨降りそうだな、降らないうちに帰ろう。はい、出発。手綱を引くおじさんの合図に従い、青は山道を少し焦るように歩き出しました。青、まだ降らないから急がなくてもいいよ。それでも青は急ぎ足でした。なんだ青、どうしたんだ。青は歩き続け、やがて湧き水の出る小川のところで止まりました。そしておいしそうに水を飲み始めました。なんだ、水を飲みたかったのか。おじさんは青が水を飲む姿を眺めながらタバコに火をつけ一服し始めました。タバコをふかしながら
おじさんは思いました。いつもと何か違う。青の様子が変だ。水をいっぱい飲んだ青、家に戻り、体と足を丁寧に洗ってもらった後、馬小屋に入りました。少ししてからおじさんが食事を出しましたが、青は食べようとしませんでした。どうしたんだ青。おじさんは心配そうに青を見つめました。その日から青はだんだんと痩せていき、仕事に出られない日が続きました。ある朝、獣医さんや村の人々が馬小屋の前に集まっていました。私は子供ながらに、青が大変なことになっていると感じ、裏口の木戸を開け、馬小屋へと走りました。青、どうしたの？私は青の顔を撫でながら叫びました。青の目からは涙がボロボロと流れ落ち、体には点滴の針が何本も刺さっていました。その時、父が獣医さんに言いました。私の知人に獣医さんがもう一人います。力を合わせて治療に当たってください。お願いします。青、もう一度元気になってよ。近所のおばさんがこう叫びながら泣き崩れました。私も涙が止まりませんでした。中野澄さんの青と過ごした物語をお届けしました。クイズ、あの頃のメロディー。このコーナーではモナリザラウンジのオーナーことシンガーソングライターの私、アカネザアイメルが1960年代から1990年代までのあの頃の懐かしいヒットソングの中からクイズを出題します。モナリザラウンジの従業員がリスナーの皆さんと共にどこかで聞いたことあるかもしれないあの頃の懐かしいヒットソングのメロディーを聞いてクイズに挑戦します。今週は1997年10月6日付のシングルヒットチャートから出題します。挑戦者はウェイトエス宇治栄美と、観光大使の鷲見亮と、はい、そしてイノトンのお父さんです。お父さん、イノトンのお父さん、イエーイ、参加していただけると、イノトンのお父さんも初参加よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。鷲見亮さんも初参加でよろしくお願いします。頑張ります。まあ、ちょっと噂には聞いてると思うんですが、はい、この敗者の方、負けた方にはちょっと漏れなく無茶ぶりの罰ゲームが待ってますので罰ゲームやだ、電気ショックとか嫌ですよね
勘弁してください。ハードですね、だいぶ。やめてくださいね、そういうのは。はい、じゃあ、あの罰ゲームにならないように頑張ってください。頑張ります。頑張ります。頑張ります。じゃあ早速いきたいと思います。第1問目ですね。はい、いきたいと思います、はい、1997年のシングルヒットチャートからですよ。あの、はい、第1問目、この曲を歌っているのは誰でしょう。人でしょうか。もうこれはもしかし、いや、もう分かりました。はい、僕も分かりましたよ。お父さん、イノトのお父さん、はい、イノトパパ。どうですか、感触。歌手の顔は分かるんですけどね。あ、出てこない。あら、ちょっと97年でしたんで、ちょっと得意分野でしたね、お二人は。そうですね。じゃあちょっとあれなんですけれども、ヒント、ヒントはジャニーズ事務所の、うん、はい、あの方、二人組ですよね、はい、じゃあもうこれで答えを、イノトンのお父さんから答えを お願いします。どうぞ。うーん、堂本さんですよね。おー、あー、そうですよね。そうなんですよ、堂本さんなんですけれども、うん、はい、うん、出てこないよ。あ、どうしよう、どうしよう、イノトンのお父さん。あー、時間切れ。許してあげたい、許してあげたい。堂本さんですからね、歌ってる人も、ね、堂本さんなんですけど、うん、あの、じゃあエミーちゃんとワシミさん、答えを同時にどうぞ。せーの、キンキキッズ。そうです、そうです、そうです、世代なんで。世代ですね、青春時代ですからね。キンキキッズでした。はい、キンキキッズのデビューシングルでしたね。うん、松本隆さん、そして山下達郎さんの作曲でしたよね。これは結構週刊シングルヒットチャートが、初登場が第1位みたいな、ことだったんですよね。はい、流行っても流行りました。そうね、カラオケとかでもよく歌いました。歌ってました。はい、ですよね。イノト、イノトパパ泣いてる、泣いてます。パパ、許してあげたい。ね、もうちょっとね、昔だったらね、1970年代だったらすげえ得意かもしれないですけど、ね、イノトンのパパですから1000歳以上ですよ。そうでしょうね、もう本当に、ね、なんていうの、イノトンパパちょっと不利ですよね。ちょっと罰ゲームになっちゃいますよ。そうですね、お、どうしよう。どうしよう、今から不参加ということはダメですか。初めての感じ。不戦入ったわけですよ。見守る感じ。そうなんですよ、イノトンパパにちょっと残念なお知らせですけど、はい、次の問題でラスト問題なんです。でもちょっとあまりにもこれじゃかわいそうで、はいはい、あの次の問題に正解したら、うん、イノトンパパは逆転できるというポイントを与えます。お、はい、どういう風な逆転なんですか。1問目は何だったんですか。だから次にもし不正解だった場合、逆転できるという。あ、我々も答えて不正解で、はい、イノトンパパが答えたら逆転みたいな。はい、おー、それはそれは頑張ります。頑張りましょう。頑張りますよ。頑張っていきましょう。頑張ろう。じゃあちょっとこれも難しいかもしれないです、はい、1997年のシングルヒットチャートからの出題です、はい、この曲を歌っているグループは誰でしょう。はい、わかりましたでしょうか。わかった、まあ、もうこれはまあもうね、あ、もう我々の青春時代は、ね、本当のパパは大ファンなんですよ。あ、じゃあもうバッチリだった。え、逆転逆転なんないんじゃない。グループ名ですもんね。そうですね、グループ名、4人ですよね、確かグループ名。いや、あ、4人だったっけ。3人。いやいやいや、それはどうでしょう、何人だったか。じゃあノーヒントでいきます。じゃあ、はい、答えを皆さん、自信満々だから皆さん同時に、はい、はい、正式名で、略式じゃなくて正式名で、正式名で、はい、はい、さあ、答えを同時にどうぞ。エブリルトルシング。ちょっと待って、あのぼちゃん劇場だった。あ、そう、あ、そっちだ、そっちだ、わしみりょうさんがちょっと違うこと言ってるんで、もう一回言ってください。わしみりょうさん、なんて今。いや、今はもうエブリリトルシングって言いますよ。エブリリトルシングなんです、正解なんですけど。エブリリトルシングって違います、ですよ。あの、違うこと言ったと思うんです。僕はね、違う、何を勘違いしたかね、スピードって言おうとしちゃってマジか、まさかまさかの俺が罰ゲーム、うん、
そうですね。イノトンパパ、略してイノパパにやってもらいたかったかな。まさかファンだとは。そう、ファンだったんですね、ELT の。出会った頃のようにという5枚目のシングルだったんですけど、森永製菓のアイスボックスの CM ソングでした ね、 ね、大ファンだった。はい、CD 持ってます。あ、ほとんど得意問題だったわけですね。今度なんか新曲出る 日取りまでなんか発見してね。23日あったと思いますね。20周年です。相当だ。それは課題っこないわ。なるほどです。それは俺も間違える。なるほどです。じゃあそういうわけで、あの罰ゲームは鷲見亮さん。あら。はい、いいですよ。じゃあ無茶ぶりモノマネなんですが、無茶ぶりモノマネ、じゃああれですね、まあ東温市に坊ちゃん劇場があって、そこの坊ちゃん劇場で俳優をされていた鷲見亮さん、はい、坊ちゃん劇場といえば、はい、夏目漱石さんですね。夏目漱石ですね。夏目漱石さんといえば我が輩は猫であるという、なんかあのすごく作品、そうですね、いろいろありますね、はい、有名なのが、はい、ね、じゃあもう夏目漱石さんのモノマネで、はぁ、夏目漱石さんのものまで、え、どうやったの、え、関根勤さんのペリーをやるような感じですよね。言うてしまえば今イメージ的なやつですね。夏目漱石さんのものまねで我が輩は猫であるというセリフをお願いします。3、2、1、9。我が輩は猫です。ちょっとね、時代劇調になっちゃってる、申し訳ないです。こんなイメージでいいでしたっけ。で、ね、実際にあみんなも聞いたことあるわけじゃないんですよ。ちょっと別パターンも聞きたい。誰が正解かってそれも判断しようがないわけじゃないですか。違うパターンあります。違うパターン、いや、エイミーさん、3、2、1、9。我が輩は猫である。あ、似てる。似てる。わかるの、わかりますか。なんか私のイメージはこっちの静か系だったんですよね。あ、俺みたいな、なんかちょっとあの渋い暴君な感じではない。ではなく。じゃあイノトンパパ、結局は、はい、いや別にイノトンパパに、ね、あのそんな振らないですけど、はい、いや、我が輩は猫である、にゃーお。一番わかるよ。ニャーピンだよ。ぽいぽい、すごい自然。一番ね、あ、こんな感じでしたね。イノトンパパ一番正解かもしれない。そうですね。結局みんな罰ゲームやってね。喧嘩両成敗みたいな感じ。以上、クイズあの頃のメロディーのコーナーでした。イノトンパパ、そして、はい、イノトン、本当に今日はね、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからあのゆるキャラグランプリ応援してますから、はい、はい、はい、応援してください、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張れ。お疲れちゃーん、ゆめるのモナリザラウンジ。続いては平和のシンボルとして高岡正明さんが開発した陽光桜をテーマに、私茜沢ゆめるが作詞作曲した曲を聴いてください。第二次世界大戦当時教員をしていた高岡正明さんが出征し戦死した教え子たちへの供養にと、25年以上の歳月をかけ資材を投げ打って開発し植えていた桜が陽光桜なんですが、この陽光桜をテーマとして、作詞作曲した作品が、ステイ桜の花のように、そしてカップリングが夢桜あなたの希望になるという曲ですが、今年2月に徳間ジャパンよりリリースしました。このカップリングの夢桜あなたの希望になるはですね、平和のシンボル陽光桜をテーマに、戦後の苦しい時代を生き抜いてきたという、私の実母の半生をモチーフに作詞しています。そして、桜は花が咲く時期しか注目されませんが、四季折々の顔があるというのも、その詩の中に盛り込んでみました。この陽光桜は世界中に5万本以上寄贈されたという桜です。では聞いてください。茜沢ゆめる、夢桜あなたの希望になる。ゆめるのモナリザラウンジもそろそろ閉店の時間となりました。お疲れ様です。ゆめるのモナリザラウンジではあなたからのご来店お待ちしてます。来店方法はメールアドレス、光
光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージいただいたので紹介したいと思います。はい、ネロリの風さんより、ネロリの風です。長雨の後の爽やかな青空に誘われて立川の国立昭和記念公園を散歩しました。コスモス祭り2015の下見をしてきました。10月中頃が見頃でしょうねということですね。ネロリの風さんはなんかコスモスが大好きなんでしょうか。あのコスモスのお花の写真をよく送ってくれるんですけれども、うん、そうですよね。きっとすごい好きなんでしょうね。はい、秋はコスモスね、そういう季節になりましたね。はい、はい、ネロリの風さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はあのね、あの東温市から、はい、イノトンが来てくれました。まさか会えると思わなくて、抱きついちゃいました、ね、ぜひあのゆるキャラグランプリの清き一票お願いします。お願いします。はい、じゃ あの告知関係、はい、エイミーちゃん、はい、ライブ告知となりまして、10月の、12日に一途リビングドアですねというイベントに出ます。あと10月の24、25、宮城に行きます。ベトナムフェスティバルですね、こちら、復興支援のイベントとなります。宮城の皆さんぜひ聞きに来てください。はい、宇治恵美で検索してください、はい、お願いします。はい、そして私アカネザイメルからのお知らせなんですが、まあ、あの今日の、はいはい、昼間に蔦屋、はい、の方で、地元の香川県の方で、はいはい、ライブを行いまして応援ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そうですね、明日実は、はい、私は、はい、愛媛県の東温市役所の方に伺います、はい、ハードですね、はい、すごい。もしかしたらそこにイノトも来てくれるかな来てくれるかなっていう感じで、はい、会いたいとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして10月11日日曜日の朝6時からやってます、テレビ東京の7チャンネルでやってます、永山陽子さんの陽子の演歌一直線という歌番組に、はいはい、私茜沢ゆめるが出演を、はい、おー、おめでとうございます。そうですね、はい、歌ってきましたので、はい、ぜひぜひ見てください。見ます。はい、そして Facebook の方で茜沢ゆめるプロジェクトが発足しましたので、はい、ぜひぜひいいねを押していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、そして平和のシンボル陽光桜の、ホームページがあるんですが、はい、まあ、いろいろと陽光桜を広めていきたいな、この悲しい誕生秘話とともにこの私の歌も広まったらいいなって思うんですけれども、はい、あの平和の祈りとともにですね、はい、この陽光桜に関することが、ニュースなどでも記事に、取り上げていただいてるんですが、産経ニュースの方とかですね、はい、地元香川県、四国新聞のあの紙面の方にも掲載されたり、そして愛媛県の愛媛新聞にも掲載されたりとかですね、はい、はい、まあ、産経新聞に関してはあの、新潟版と愛媛版の方で掲載していただいたりとかですね、はい、はい、ぜひぜひそのそちらの記事も読んでいただけたら嬉しいです。はい、そして映画ホワイトウィザード、これは、川崎博之監督の作品なんですが、はいはい、DVD として今あの蔦屋ゲオの方でレンタルされていますので、私、はい、あの主題歌を、光という主題歌を歌わせていただいてて、はい、はい、そしてなんか実はあの来年公開の川崎博之監督の映画、はい、くのいち、くのいち、はい、で明智、はい、くのいちで女優デビューです。そうそう、うわー、ほんそちらの方でも書き下ろした、はい、あの主題歌歌わせていただいてます。今日はあのちょっとちょこっと遊びに来てくれたあの、はい、観光大使つながりの鷲見亮さんは、はい、あ、鷲見さん、はいはい、かなり目立つところに出演されています。ご出演を、はい、来年2月公開なんですが、 YouTube の方であの予告版が、はい、あの動画が流れてますので、はいはい、チェックしてみます。チェックしてください、はい、してください、はい、そしていろいろと私茜沢ゆめるの、プロモーションビデオ、ビデオクリップですね、はい、あのステイ桜の花のように、そして過去の作品も、うん、あのアップされてますので見ていただければと思います。お願いします。はい、またモナイザラウンジのイベント編も盛り上げていきたいですね、はい、いきたいですね、はい、そうですね、はい、はい、
そのなんか模様が私のあの Facebook の、はい、あの金沢イベルプロジェクトの方に写真が載ってたりとか動画も、はいはい、そこを見ていただけるんで見ていいねをお願いしますそうですね、はい、じゃあなんか来週もイノトンがうーんまた会えるなんて嬉しいトンそうですね嬉しいトン失礼しました来週も楽しみにはい、はい、イノトンに会えるので、はい、元気に過ごしたいと思いま す, す、はい、ここまでのお相手はシンガーソングライターウェイトレスの宇治井あゆみと、はい、同じラウンジのオーナーでシンガーソングライターの茜沢ゆめるでした。エンディングは私茜沢ゆめるの、夢の雫を聞きながらお別れです、地元香川県にいる頃に、私が作詞作曲した実話を元に書いたという曲、おかげさまで皆様にカラオケでたくさん歌っていただいてます。じゃあ夢の雫を聞きながらお別れです。それでは